からなんかすごいなんか見えないところで蹴ってくるんですよね。そうです、蹴り散らかしてます。蹴り散らかしてます。コラボじゃないんだけど、コラボみたいなもん。ダーさんかわいい、ありがとうございます。かわいい、深い。コンピ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 コン。ニコ生貴族配信と同時視聴です。うわ、貴族の楽しみ。うわ、貴族っていうの自慢しに来たな。そういうの嫌いじゃないよ。嫌いじゃないんだ。初代 T シャツのクリのめっちゃかわいい。やめて、あの時、あの時の顔はこのブサイクな顔はない。何、あの、あれか、でも生写真は確かにちょっと可愛くなった、昔よりは。ダーさん可愛い、ありがとうございます。クリナさんがいます。イエーイ。やだやだ、モザイクかけてください。ええやんけ、モザイクまでかけんでよ。こんなの見ても大変、現在映像が乱れてしまい、まあ、大変申し訳ございません。ネコキャットさん、ライブハート、10周年の内容寂しくない、そんなに何言われても知らんよ。ゆかりさん可愛い、ありがとうございます。フランさんハート、ありがとうございます。ネコキャットさんもハート、ありがとうございます。公式なな、公式動画の方やめてよ、初代可愛くないんだから。可愛くないんだから、懐かしい。でも公演、え、全公演やるってことなのかな、言ってじゃあってことは、うん、どうなんだろう、ね、普通にうちらしたことない公演多すぎてやばない、もしそれうちらも出るなら、うん、どうなんだろう、ちょっとわかんない、ノーパラしかないよ。でもシアター出たい、マジでノーパラ、シアターの女神の衣装着たい。わかんない、向井さん、2期生さんとさ、ノーパラやりたいねって話して、え、わかる、めっちゃそれはしたい、本当にそれができるかもしれ、や、変なことやめよう。何も何も知らないやつらが勝手にやってる、変なことやめよう、もうちょっと。ニコラさんハート、ありがとうございます。リコピさんとさ、あれしたい、ペガサス絶対かっこいい。でもリコピさんとやったらリコピさんがかっこよすぎて公開処刑。そりゃそう、絶対に読んだがリコピさん。シモナさんのペガサスとか見たくない、ちょっとガチ恋する、惚れるよマジで。普通に奇跡やばいもん。ペちゃんにどちらに出るのって言えるわけないことを聞くっていうけど、そもそも何も知らないから知らない。てか、あの、分かってるなら聞かないの、本当にダメだよ、うん、なんか悲しくなっちゃうと思う。そうよ、嬉しいねって言われたら、そんなリコちゃんと骨骨では、私とリコピさんが骨骨だとやばない。それならリコピさんとマリアさんとかじゃない、私は別に骨骨してもいいけどさ。ネコキャットさん GG、 ありがとうございます。わかんないが、ハートっていうか、リナもハートしとこう。 HKT 中蔵さん、お化けありがとうございます。キュンです。ポケットからキュンです。リナさ、うん、ハートでさ涙してる、あれ最後シュンです。あ、そうなの。楽しいね、なんかキュンです。私コラと思った。え、だからリナさ適当になんか泣けばいいのかなって思って、ウェーンってやってた妹からさ、え、これをこうして泣、あ、涙だよって言われてさ。考えられてるんだよね、完全に。TikTok って偉いね。わかにゃんしか。そうですね。早めの否定。ふみさん、ね、ハート役ありがとうございます。まつさん、バラ10個ありがとうございます。クイナとワカニャン、天使の尻尾、いや、2人2人曲、あれ1人いなくなっちゃったけど、恋はいたずらな天使の尻尾、ここまでしか知らん。憧れの太陽を楽しい誕生日を過ごしてます。あら、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユーユーさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。おめでです。でもなんかね、あれじゃん、あれで言ってよ、その今日誕生日ですって言って、なんか寂しい誕生日を過ごしてますって、なんか遠回しに聞こえちゃうから、誕生日ですって言ってなんか悲しくなっちゃう、リナちゃんも。あと一人はゆりちゃんだって。何が、あ、いいじゃん、やっとしやっとしいと思ってたんだよね、昔からよりに。わかる、それわかる。フランさんもかわいい。でもさ、みんなよりにさ、あれやってほしいってよくない、残念少女でしょ。そりゃそうでしょ、残念少女、残念少女やってほしいっていうか、セリフを言ってほしいの。うるさいんだよ、ほっといてよってやつ、うん、そう、どうだっていいじゃんみたいな。みんなが言うとガチ感すごいもんね。うるせえよ、ほっとけよ。怖い、どうでもいいんだろ。怖いよ、ヤンキーだよ。同じく誕生日を迎えました。あら、二人目。すごい。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディレイシタケハン。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。
に来る人、誕生日かぶってる人多いね。すごいね。1日2人とか結構来るもんの、誕生日に。やばすぎる。愛知のジャナダルクみたい。めっちゃわかる。ジャナダルクは絶対愛なのね。ちょっとバイバイ、オッケー。タモちゃん、クマありがとう。ありがとう。なんでクマ、ありがとう。ハロウィンのめっちゃ可愛くてびっくりした。何ハロウィンのって。え、誕生日もう一人いた。え、やばくない？マジですごい。怖いんだが、私のルームに一人もいないんだが。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアハルカさん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。おめでとうございます。今日めでたくね。やばいね。今日めっちゃめでたいじゃん。記念日だね、普通に考えて。すげー、初めて最高記録だ、3人は。さすがに最高記録、意外としょぼいね。さすがに3人は楽だ、なかなか。うん、3人はすごいけど、それなんかゆるい、ちょっとどんどん下がっていく。なんでこうしてあげようか。下につけてないからだよ。え、どういうこと。これちょっと固定したままにして、うん、これ下にすんねん。失礼します、私痛くなりますけど、ね、これ、これを床につけるの。え、そんなことできるんですか。そうだよ。あら、そしたら多分結構穏やかになるはず。うん、すごいわ、初耳、ありがとう。いいね、初めて使ったからこれな。そりゃそうだけどね。そういうやつなんですよ。結構いるんだなと思いました。だね。コウメイさん、ハートありがとうございます。なんかハート可愛いやり、あ、これ か、 なんかこのハートちょっと可愛くない。マッツさん、ハートありがとうございます。なおやさん、初見さん、ありがとうございます。たもちゃんさん、おさるさん、ありがとうございます。私の誕生日もりなちゃん、え、ほんと誕生日、え、今日また、え、わかんないわかんないわかんない。ビーバップさん、ジェイジェイ、ありがとうございます。誕生日多くない今日。え、誕生日もしかして今日ベビーラッシュじゃね、もしかして。ベビーラッシュって言うんだっけ。いや、ね、ベビーラッシュって何。え、なんかあんじゃん、ベビーブームか。うん、ベビーラッシュ、ちょっとわかんないわ。あなたちゃん、いっぱい。いや、意味は一緒だろ、どう考えても。まあね、どう考えても意味は一緒だ。じゃね、どう考えてもそうじゃね、今日生まれた人多すぎん。確かに、え、そうだね、確かに。え、誕生日だったらもう一回コメントして。うん、うん、すごいね、みんな誕生日なんてすごいね。普通に考えて、やばみ。ニコラさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、かわいい、深い、かわいい、深い、深い。はるかさん、綺麗でありがとうございます。まだいるんじゃない、まだいるのかな。今日誕生日の人、とりあえずツイッターで集めればよかった。今日誕生日の人、絶対来てください。ハッシュタグ誕生日、ハッシュタグ今日誕生日。ハッピーバースデートゥーミー。今日、なんとかずに行きましたけど、その間皆さん、なんとかずって何、今なんだよ。え、でも、星になるってことは、なんだ、なんだろう、マークイズ、あ、マークイズ、え、でもそれが星になる理由は分かんない。マークイが星になるってことはなくない。マークイズか、イムズ、イムズは、イムズ、え、でもイムズは終わっちゃったよね。終わっちゃった。マークイズ、あ、クリエイターズだって。クリエイターダメなの、あ、ワンチャンダメなのかな。何してましたか、クリエイターズ、クリエイターズ言ってる間何しました。え、ダンスレッスンしてました。ポキャットさん、ハート、ダンスレッスンしてました、めちゃくちゃ。ウィーガプダンチョさん、かわいい、ありがとうございます。あ、ダンスレッスンと、いや、でもダンスレッスンか、なんで筋トレしたんじゃね、ちょうどその時間、うちら、うん、多分ちょうどうちらダンスレッスンで筋トレしてた、多分ですけど筋トレですかね、みたいな。苦しい筋トレに耐え抜いてた。腕のあれとかでね、1、2、3、4とか言って。筋トレじゃん、触れた星になる、そうなんだ。うーん、メジャモンモンは可愛い。メジャモンモンっていうものを初めて聞いた私は。何ですかそれは。明日筋肉痛だろうな。私もすでに筋肉痛だよ。私もう前回の筋肉痛治ってないもん。マジ、どこか、腕、え、わかる、腕やばいよね、マジでやばい。私毎日湿布貼った、まだここ痛い、全然痛い。マジで湿布は貼ってないけど、そのせいじゃない、痒いの。違う、違うよ。クリエイターで4時間待ち、4時間待ったの、なんで4時間、アトラクションなん。確かに、ディズニー、混雑してる時にディズニーなん。無料だから入れるまでってことなのかな。あー、人多かったね。なんで時間聞いたの、リナっぽい人がいたのかな。私のチームメイトさん、普通に知りたかったんだよ。え、そうなの、リナのこと知りたかったの。私ちょっと気になってたんだよ。うん、
嬉しい。その人リナのこと好きなんじゃない、もしかして。マジ好きなの、もしかして。そうなんじゃない、ちょっと。えやばいよ。えどうしよう。でもでもでき来ちゃったんだよ。でもアイドルだからちょっとあんまこんな答えられないから、ね、でもちょっとでも多分だけどそういうことなのと思う、やっぱり。あの好きな人今何してるのかなってふうに考えちゃったんじゃないかな。そういうこと。ええー、マジどうしよう。え無理、嬉しい。大丈夫そう。やばい、イカれてる。ダンスレッスンでおかしくなっちゃったんだよ。筋トレのしすぎです。あれ開けなよ。あそうじゃん、みんな私今日新しい歯ブラシ買ったんだ。じゃん、磨きます。名前が磨きますなのだけです。見ますかね、これですね。いや絶対それ今のエミリンさんに。絶対それどう考えてもそう。そうこれなんかランダムでこのキャラクターのあれが入ってるらしいの、この上につけられるサンリオのね。で分かんないの中身が、ほら。だからとりあえず二人でポチャッコであろうものを取ってみて、これかなっていうのをやったの。だからこれ で, そうです、ね、あのここで開封動画みたいなしようと思って。そうってことで、でもリナの配信、リナのこれリナが買ったからリナのルームで最初に見るんで、まあ見たい人は先にリナのルームに今行って、出てくる可能性があるのはキティ、マイメロ、シナモン、プリン、ポチャッコなんですよ。マイメロだお。ってことで開けてみます。うん、なんだろうね。どっか開けてみます。失礼しました。大丈夫そう。死んでる。緊張で。ゆかりんさんかわいい。なんでそんなの買ったの。ありがとうございます。いいじゃん別に。な言い方よ、なんでそんなの買ったのって言って。ひどいな。ひどいな。でもこれさ、あの対象年齢が3歳以上からな。いや3歳以上だから。プリンくん来いだって。リナはポチャッコしたのよ。ポチャッコでいいんじゃねえかリナ。とりあえずこれは歯ブラシの部分だけ。好き好き大好きさん、かわいい、ありがとうございます。磨いていい。え待って出てこないんだが。歯磨きシュシュシュ。触った感じ、あなんかやめなさい。全部形は一緒だから。そうだね。よし行きます行きます。なんでこんなガチガチに固められてんの。生シャ。ネコキャットさんかわいい、ありがとうございます。しまっとくね。ありがとう。どこから開けるの同じだ。見ないから貸して。あった。あ、いけた。これならいけそう。今頑張ってリナが開けてます。ニコラさんかわいい、ありがとうございます。さあ来ました来ました。え怖くね、めっちゃ。行きました、行きます。ドリラの配信見てき、みんな一回。今行ったらまだ間に合う。行きます。怖いよ。あー行きます。うわーすごくない。待って、そして、え待って、やばくない。当たり当たり当たり。当たりではないけど、ポチャッコ。えやったー。すごいな。なんかでも汚い。泣いてたけど、ポチャッコ。なんかバリ笑う、なんか泣いてるけど汚いんだが。えめっちゃすごくない。私が選んだんだよこれ。汚れてるね。ちょっと拭いてあげて。こう涙を拭いてあげて。涙を拭ってあげて。どこに塗って。涙を拭って。あ違う。んなんかでもこれだけ質感が違うから、うん、拭いたら普通に取れそう。タラさん可愛い、ありがとうございます。すごくね、地引きしてた。泣いてるけど。なんか泣いてるけど地引きしてた。すごえ取れるの爪で。なんか洗えば取れるよ。雑汚いっていうな。汚いっていうな。いいじゃん、すごくない。引き強いよね、やっぱり。取れないんだが。服のとこなら取れるよね。15分経過したよ。ありがとう。100。あちょっと取れた。取れるって、質感が違うもん。24日です。今爪で必死に剥がして。ちょっと薄くなったよ。24。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。猫キャットさん拍手ありがとうございます。イエーイ。ちなみにリナちゃんは今日何日目なんですか。572。
桁が違いますね。でもなんか124って言ったらなんか連続配信してるって言ってもいいくらいになるくない？うん、いや十分だよね、そういうの。マジで若菜が100日達成した時泣きそうになったもん。そういうの普通に考えたら、そんな自分でもびっくりしたから。村上若菜があのってなね。もうしかもわざわざリナのルームにちゃんと報告しに来てくれた人からも、若菜ちゃんが今日100日目だよ。それはなんで感動した。それはなんで。ニコラスさん拍手ありがとうございます。ダーさん馬ありがとうございます。もう無理、汚れされねえ。取れる、後で取ろう、のんびり。爪楊枝とかでやれば取れそうじゃない？え、でもそしたらなんか他のとこも取れそうじゃない？いけるよ。こんな感じだね、だから。あ、待って、え、これどっち？え？こうだよね。あ、だよね。うん、そうよ。こんな感じです。かわいい。よかったね、地引き。普通に考えてやばくない？うん、普通に考えてやばい。でも汚れてるからちょっとメーカーさんに文句言うのやめて、電話かけてもいい？やめてクレーマーやめてください。もう一つって何？一個しかないよ、私の分しか買ってないよ。あ、そうだよ、私買ってないよ。たまたまね、ちょっと調子悪かったんだろうね、きっと機械が。まあまあいい、取れると思うけど。まあ別にいいですけど。絶対良くないタイプの人に言いたそう。ねえ。さっき2つって言ってた。いや1個しか、1個だ、1個1個。そう言った？2つって。2つって言った？そう。なんか言ったかな、そんなこと。そもそも数の話をした覚えがない全然。でもない。空耳か、多分そう、空耳ロック。いや。若にゃんとりなちゃんで1つずつ買ったやない。いや、今だけで。そうよ。私はね、昨日新しい歯ブラシを開けたよ。あ、そうなん？うん。私は普段は電動歯ブラシを使ってるんで。いいですね。私は高かったです。お手手で磨く方が好きなので。いや、そうなんよね。シャカシャカするやつを使って。今本コアやってるから、マジで本コアとか見たくない。怖い、私も苦手、怖いの。本コアとか見てて、本コアって本当にあったやつよ。なんか普通にさ、ただの怖いやつとかの、まあ、まだしも。え、もう本当にそう。怖って言われたさ、本当にリアルなってことだから、そこでさ出た情景とかさ怖くない？普通に考えてより怖いもんね。そう、リアルなわけじゃん。その話したらね、なんか作ってるよって言われて、ちょっとさすがにちょっともうブロックしようかと思った、コメント過激派がおった。リナもまあまあ過激派やけど許せんと思って。ニコ生終了。あ、え、終わったの？何が？ニコ生終わったらしい。あ、そうなんだ。11時までじゃなかったっけ？ちょっとわかんないけど10時半だよ。あれ、わわです、お疲れ様です。ただの怖い話、いや、ただの怖い話じゃなくて、私たちにとってはすごく怖い話です。ただのじゃなく、いや、普通に無理、怖いのとか無理だから。普通に苦手。さっきの福岡県帽子だったからなんか余計怖かった。だってやめてもらっていい？そういうのなんだけど、本当にやだ、そういうの、本当にそういうこと言うのやだでも福岡県だから、あの、あ、どこかわかんないから。財布の中にお金がないって気づいたとき恐怖を感じた。それはマジでそう、常にそう。やべ、間違えちゃった。なんでもなかった。え、普通にだから、例えば将来私がもし誰かとお付き合いしたとして、怖い話の映画無理やり連れて行かれたら、私そいつ殴って別れます。やばい、そのレベルで無理。そのレベルで絶対に無理。じゃあ怖い映画見たときはもう怖いってするんだよ。え、無理、本当に無理。やっぱ落ちてくる。うんあ、そうだ、そうそうそう、ネジがあんね、持っててあげようか。いや大丈夫、もうこれ以上無理だ、硬すぎて。あ、福岡県某所はあるらしい、あの、あそこあそこ犬鳴き、ああ、あの、行かないし、絶対そのとこ怖いと分かってるからね。嫌がると余計見せたくなる。え、いらんこと言うとブロックするよ。いやー、怖いよ、一番怖いよ。とりあえず怖い話やん、これも。ちょっと調子乗ったらブロックされそうになりました。ミッドサマー、ミッドサマー見たことある？怖い、え、グロいやつなかったっけそれ？なんかただの怖いやつ。いや、どっちかっていうとこう、なんか心理的な怖さ。あ、やだやだ。なんか怖い話とかお化け系じゃなくて心理的な怖さだし、あとグロいシーンちょっとだけある。だからリナはそういうシーンをこうふっって見た。みんな、でもリナ見れたから、見れることは見れると思う。ああね、でも怖いのは怖いと思う。いや、なんで怖い、ね、怖いシーンはめっちゃ怖い。コメディーホラーじゃない、全然。私がみたいな、なんて言うんだろうな、あれの、めちゃめちゃ怖いメンタルホラーみたいな。吉田さん、ありがとうございます。
木ってうちの近所ですよ。マジ？気をつけな。いや別に気をつけなも何もないけど別に。そういうとこって知りませんでした。まあね、しょうがない。強く生きよう。どんまいどんまい。どんまい。次があるよ。困るよ。だだ。こせばいいんだから。イカゲーム。イカゲームね、妹が見たらしいんだよね。でも、うん、なんかそんな怖くなかったって言ってた。あ、そうなんだ。みんな絶対怖いと思うから見ないけど。私の友達もね、イカゲームおすすめしたこの間。イカゲームってなんかあれじゃない？美味しそうだよね、名前を聞くと。イカ焼きみたいだね。うん。あーでー絶対やと思った。私やなかったのに。嫌なんだっけ？ん？なんだっけ？なんかロマンティックイカ焼きですよ。ちょっとわかんないけど。なんかさ、なんかセリフみたいな、キラーみたいなのない？あらららららら、あらららそこしか知らん。最近なんだっけ、あの乃木坂さんの曲でロマンティックなんたらみたいな曲もう一個ない？あ、じゃあロマンスのなんたらスタートだっけ。ロマンスのスタートでもめちゃめちゃ昔からあ、そう、その曲を最近な知って妹が聴いてて、うん、いい歌だなと思った。ロマンスの、あ、それ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 、スタート、かわいい。貞子とか見た？いや見てない。私でもあれ見せられたことある。テケテケ、え、怖いやつだよね。めっちゃ怖かった。なんかゆうこさん出てた。本当にいるらしいじゃん、テケさん。テケそう、テケさんテケさん怖いよね。いないね、そんなの。いないよ、いないっていうとこ。いや、いても私そういうの霊感ないから見えない。見えないと一緒。いや、リナ常に警戒しながら歩いてるから、睨み返すもん目が。怖いんだけど。マジで普通のさ、テケテケに寝た普通の人だったらどうすんの？北斎人してるの？訓練ダンスレッスン。うちらの、いや、テケテケに見たい人だったらどうすんのよって感じ。いや、いないだろそういう本音とおらんや、なかなか。今日どこのジョールームも怖い話してて、ここは明るいから元気もらえるだってそれはそう、バリ笑うんだけど。サナちゃんとか霊感で確かにありそう。サナちゃんはさ、サナこの部屋にいるとまずい気がするとか言ってそうじゃない？いいそう、めっちゃいい。みんな危ないとか言って。でもさ、それが本当に見えてたとしても、うさんくさく感じるのはひじり。そう。ひじりが言ってもちょっとうさんくさそう。じゃあ、ひじり霊感あるんだよね。マジでマジとか言って、え、見えるからマジ、マジめっちゃ見えるよとか言ってそうじゃん。え、そこいるからとかあるのも絶対重くないやんって言いそうに、ひじりやったら。サナやったらさ、サナ顔面白くなりそうじゃない、うん、手触れるから。そう。寝まい。霊感ある人ってなんか、でもリオさんあるってよくない？うんうん、らしいよね。逆に言わないでほしいよね、それもそれで。ちょっとまあ大丈夫、自分になければね何もないから。でもなんか20歳までに見えなければもう一生見ないって、うん、あ、そうなの？前ちっちゃい時聞いたことあって、あ、確かに、え、20歳になっても見えてないわ、大丈夫だわ。じゃあとりあえずあと2年、リナはクリアだね。あと2年頑張ります。頑張って、あと2年修行しとく、見えない。逆にアイマスクずっとつけてバリアは変な人すぎる、うん、もう怖いんだ。変な人なんだよ。サラちゃん見えそう、それの絶対同じ人やろ、コメント。同じコメント、ね、同じコメントしないの。やばすぎ。どれ？いやいや違うかも。あ、違うね。あ、違うね。あ、違う。チェックしちゃった怖い怖い、コメントチェック怖いわ。誰？こんばんは、こんばんは、こんばんは。みんなあれしたいの？ロマンスかくれんぼしなよ。夕暮れ帰り、知ってたよね、あのなんだっけ、みやびが。うん、そう、あの衣装好きって、あの時着てたやつ。みんなぐんすまる、すかぜがとー。私リハで見て感動したもん。みんなも泣いた。泣いてはない正直すぎ、正直すぎね。泣いてはない。泣いてはない。ボロ泣きした。泣いてはないけど感動した。みんなすぐ泣くけん。すごい緊張した、みやびが。あ、みやび、みやびの見て。みやびが緊張してた。それはそう。震えたと思う。うん、震えながらやってて、なんか感動した、それに。何それ。アイシャドウとしたの。いや、練り込んでるよ。練り込んでないよね。あれじゃない、あの、うん、あれで取れそうじゃない、爪打ちとかで、うん、掃除機かけてもらったけど取れなかった。なんでそれでやんの。ダメだ、やめましょう、やめましょう、やめ。初めて目の前で見たロマンスが美咲ちゃんだった。え、いいな、みんなも見たい
ミネさんのドラマのかくれんぼとか見たくせえ、嫉妬すな、すぎるやろ本当に。そんなやっぱそれとどっか固めてるんだと思うよ多分。じゃあリナ持っとけばいいんじゃない。そうだね、それもさ握りしめてて テンション高めのオカニャンが好み。聞いてないっす聞いてないっす。嬉しいんですけどね。します、また後でやってたくるね。多分やってるよ、長らくやってんじゃない。長らくやると思うよ。長らくでも長らくできないのよ別に。あでもまだ10時なんだね。うん、10時半とかじゃないって。でも今10時40分。あ、本当？レモンの年頃は見れずじまいでした。じゃあ今からする？今日シーツの窓辺は日差しの砂時計。あ、振りわかんない。あなんか。いや、そういう歌うだけや。あ、あっちゃんの。あ、後ろの人たち。チャチャチャ、あ、チャ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 みたいな。これか。チャ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 。え、全然覚えてない。1ミリも覚えてない。ずっと好きでした、でも言えませんでした。教室の窓から見てました。グランドを走るあなたを目で追っていました。あ、タカさん、ヤシャさん、ミラボラ、ありがとうございます。なんだっけ、時々、違う、その前に一個あるよね。いや、あるある、いや、それだってくない。時々あなたがこっちを見るようで、その度に私は書かれていました。なんとかなんとかで練習に使えたのかに、いつかあげようと思って、手のひらにはいつもまだ青いレモンがありました。うん、青いレモン一つ手のひらで包んであげたいの、そう、私のすべて。やばい、記憶蘇ってくる。あの、いおりがね、リノのセリフ取った回、伝説の。果実はもどかしいこの年の、にょんにょん。バクテラさん、かわいい、ありがとうございます。白熊さん、ハート、ありがとうございます。懐かしいな。懐かしい。私はもうみんながね、チームエイズさんのアンダーに出る、きっとみんなの初日に立ち会ってたのね、レモンで。マジで、レモンではけて、うん、いたと思うよ。本当で、はけた時に緊張せんで、みんなが大丈夫だよって出てないけど出てないけど、大丈夫だよ頑張れとか言ってリナさ、初日一緒に出たのがハルちゃんやったからさ、ハルちゃんさ、そう、違う、そうだよ、ハルちゃんがなんか、はるちゃん緊張してるって言って、してないですみたいな感じで答えてて、りなちゃんは緊張してますみたいな感じだって、泣いたよねりな。え、なんならリセットで出てた瞬間泣き、半分泣いてた、うん、涙ポロンはしてないけど、ムルムルしてた、めっちゃ。あの時リハの時とかに、本番前に泣いた、泣いてて、うん、で私レモン出てて、でりな大丈夫だよとか言って、ではるちゃんも大丈夫だよとか言っててこんなガキがって思いながら出てないけど、一回も出てこなかったけど、ずっと大丈夫だよとか言って、いけるいけるとか言って、はるちゃんもう大丈夫ですよ、大丈夫だ大丈夫だで、マネージャーさんに、あの女性のマネージャーさんに、うん、なんかそんな心配するほど全然踊れてなかったとかないし、全然大丈夫だから自信持って大丈夫だよって言われて、優しい、ちょっとだけ落ち着いた、ちょっとだけね、よかった、落ち着いて、それでなんか、え、そんなことないです、私本当に無理ですとかなんなくてよかった。いや、だからみんな一番怖いのは、その人からの評価やから。あ、なるほど、ね、間違えることより人からの評価が怖いから、あいつ間違ってないとか全然できてないじゃんとか、あ、ね、思われるのが、それが一番怖いから、だからそれでマネージャーさんから、うんうん、しかもそのチームのマネージャーさんから言ってもらったから、うんうん、安心した、なんか、あ、大丈夫なんだって思って。ネギミ隊長さん、かわいい。で、私もみんなに送り出されて初日するのかなと思った。私の初日はね、なんかなかったね、もうなくなってたんだよね。リナその時レモンでおったけね、実は。そうだそうだそうだ、懐かしい。そう、レモンでリナとひじりとサナとゆりの、リノリノリノ、あ、リノか。それでリナ、ひじり、アイリ、リノじゃね、あれ、そうやったっけ、アイリだよ、うん、その4人で、それでなんかいきなり公演なんか、そう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 、なくなるらしいよみたいなの来て、リハする前にえってなって、なんでってなって、うんうん、で、それでしばらくして私がみんなの楽屋に入ってきて、帰るよーっつって一番浅いちょったよ、帰るよーっつって帰った。そう、びっくりしたもんだけど、めっちゃおもろ、実はいた、実は私いました実は帰りました、普通に帰るよー。味方のりなちゃん、リアルレモン思い出す、あ、レモン吸ってたやつね、めっちゃかけまくったもんね、私も皮めっちゃ臭かったと思う。でみんながちょうだいって言ってくれ、ちょっと
お髪の毛がちょっと少なめの方は自分から頭を差し出してきたもん、頭かけてみた。意味がわからない。ちょっと意味がわからない。シャンプーレモンの匂いの人みたいなやつだと思った、うん。ちょっと意味がわからないけど。自分から差し出してきたから、あ、分かった、かけてあげるね。すごいなんか浅草の煙みたいな感じの扱いなのね。うん、悪いところにかけたら治りますみたいな。そう、あのレモンかけたらいい匂いしますよって。でも生えてくるわけじゃないけんね。うん、そう。悲しいね。ダメだよ、生えるな、生えてこないなんて言っちゃう。うん、一応希望を持たせなきゃ。いや、やっぱあのそういう薬の方がいいと思う。育毛剤みたいな。2月24日にゃん初リセット当たって突然ないってなってラーメン食べて熊本に帰った。最高。結構労力使ってる。最高。伊藤熊さんバラありがとうございます。そうでも私ずっと言われててなんかもうね嫌だったの言われてるのが。でもしょうがなくない、あれに関しては別に若菜は悪くないのに。でなんかあの偉い日にはみんななんか残念だったねみたいな感じで言われるのが逆にそれが辛いんだ。うん、なんか忘れたかったからずっと。ああそうね。で自分で普通に再会した時にしれっといて、うん、もうその話がなくなって最高と思った。あ確かに。10周年楽しみにしてます。5期生の周年もありがとう、嬉しいな。5期生の周年も聞こえてくれるの嬉しいな。1期生さんもさ、まあ、今日がねそれだ、周年の日はさ、うん、HKT と5期生は実は誕生日一緒なんです。そうなんですよ、うちらの記念日なんですよ、ね、実は3年目が終わる。うん、3年目が終わって4年目になる。早いね、やばない、やばい、早いよマジで。怖い怖いね。うん、わかる。3年間もいるのが怖い。早すぎるよね。なんかみんなマジで、でもなんか、うん、3年も経って自分はまだこれしかできないのかっていうことにたまになる。落ち着こう、一旦落ち着こう。いやなんかダンスとか歌とかね、うん、ダンスとか歌とかね、私は上手くなったと思うよ最初に比べたら。あーね、そりゃそうよ。でもなんかやっぱこううちらが入った時さ、2年半、4期生さんが2年半やったやん、うんうん、その時にの4期生さんがすごすぎて、うんうん、そこと比べちゃう自分自身。まあね、それはあるね。なんかやっぱかっこいいなって思ったね。だから入った時かっこいいなって思ってたもん。分かんない、もしかしたら今後輩が入ってきてくれたらうちらのこともかっこいいと思ってくれてるかもしれんよ。かわいいって思ってほしいな。りなさんかわいくねって言ってほしい。じゃあかわいい目指して今からでも。きゅん、いおりちゃんにレモンもらったらしいよ。レモンもらったの？レモンの皮かな、削りカスみたいな。削りカス、星だから多分、うん、カスなんだろうね多分、うん、多分そうだと思う。若いのに聞いてませんって何の話をしてるのか私もちょっと分かんないっす。お互い何も分かってないんだけど大丈夫かな。大変なの？何の話だろう。全然分かんない。このさショールームさ仕方ないけど誤差があるからさ。あそうね、まあ、時々 何の話してんだろうっていう時はない。超低遅延回避モードみたいなのやってほしい。よくあるか。画質落ちるよね。でもそしたらりなさん可愛くね、そうりなさん可愛くねって言ってほしいの。例えばツイートの写真とか見てさ、えりなさんめっちゃ写真やっぱ可愛くないみたいな言ってほしいんだけど、私はどう考えても写真より動画の方が映えるタイプの人間なので。ふみ、うん、さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。そうでもなんか動画の方が映えるって嬉しいことだけどさ、うん、多分その人間としては多分めっちゃいいと思うんだよね、うんうん、動いてる方が可愛いって。でもなんかさ結局なんか今さ SNS 社会だからさ、アイドルとか特にさ、うん、写真が漏れないとさ、うん、ダメじゃん。写真が漏れないとさ有名に なりづらいじゃん。まあね、動画が出て拡散することなかなかないじゃん。まあね。福田さんかわいい、ありがとうございます。ニコキャットさんバラありがとうございます。大事だなって思う。だから私の動画ばっかりを拡散されればいいけど、ツイッターに全部載せるの動画にすれば今日から。あいやダメなんや。だからみんな自撮り動画とかもダメなんよ。パドリの方が漏れるってこと。いやそもそも多分こういう携帯撮ったカメラが漏れないのよマジで。ああね、はるかさん綺麗だ、ありがとうございます。え、だってりなさ漏れてる。ふらさんハートありがとうございます。漏れてなすぎ普段の。猫キャットさんライフハートありがとうございます。みさんかわいい、ありがとう。イワプランドさんだるまありがとうございます。グラビアはね、そうね、ヒソロでしたね。次はできればセクシーポーズ、セクシーポーズ。ダサいダサい、アンパンマンや。アサパサマソよ。トールさんハードありがとうございます。劇場で直接会った方が可愛いと思いますよ。そうでもだから写真が可愛い方がさいいじゃん、いいじゃんっていうかさ SNS 社会の今はさやっぱそうじゃん。ニコラスさんハートありがとうございます。セクシーサンキューって何知らん、なんか聞いたことある気がするけど。昔斉藤飛鳥さんが言ってた、あなんかの番組でなんだっけゴチ、あーなんかリナもその動画見たことあるかも。なんかでだから
ゴチのやつじゃない？もしゴチ見たことないからわかんないけど。もうあんまないな。ゴチのやつ。食べ物のあれわかんないもん。値段。さすがにめっちゃ安い肉、めっちゃ高い肉とかさすがにわかると思うけど、油の量とかでさ。私もわかんない。でもゴチのネタなのかな。矢島健人くんが言うとる。あ、そうなんだ。なんて？中島健人さんが言ってるらしい。知らんわ。知らないの。あんまり知らないな。なんだ？孔明さんハート。ありがとうございます。ゴチのやつじゃないんだ。あ、でもゴチで言ってるっぽいよ。めっちゃ自信あった。あ、ゴチで言ってるの？うん。あれ？珍しくすごい自信満々に言ったのに。違うっていうね。超悲しいわ。何に行くかは分かる、すごい何に行くかは分かるけど、うん、でもそのだからなんか私あれが無理だと思う。格付けチェックみたいなやつ。分かる。無理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 。高い椅子と安い椅子なんて分かんない。むしろ安い椅子の方が馴染むかもしれない、お尻に。なんか普通に分かんない。あのあれ一番難しいなと思うの、音楽のやつ。なんかパパとかと見るんだけど、うん、パパ全部分かんの。かっけー。パパすごくないと思って。でも食べ物とかはさすが食べてないから、うん、見た目でやってるからほぼあれだけどさ、クラシックとかはさ分かんないよ。だってみんな音楽と無縁の生活だったから。私も分かんないけど。バドミントンだって。バドミントンのスマッシュかカットかの音の分かるかもね。すごくないそれ逆に。まあ分かるかもよ。すごい全然分かんない。同じに聞こえるくない？多分でも、うん、な多分本当に生で聞いたら違うのかもしれない、響き方とか。確かにそれはそう。録音だとちょっと難しい。でも結局さあれじゃない、高い楽器を下手な人が弾くかさ、あの安い楽器を上手い人が弾くかでさ、結局同じぐらいになりそうじゃない、それはそれで。でもさそう考えたら上手いが上手いというかいい楽器で弾いたら最高なんだろうね絶対。私一回行ってみて、オーケストラ。オーケストラ多分寝るわ。寝んな絶対。起きろ。でもさ思ったけど寝るってめっちゃいいことじゃない？だってすごい、だって気持ちいい。まあね、リラックスはねできてるけどね。すごくいい音楽ってことでしょ。絶対多分寝るよ。絶対寝んな。ピアノとか聞けば全然わかる。いや全然わかんない。自分の手って美味しければそれでいいのです。最高。そ, それはそう。もう絶対にそう。世の中の。でもそれ言ったらおしまいなのよ。あの番組の意味がなくなってしまう。でも確かにマジでそう。でもさ別にこれは安くても美味しいけど、これ高い方が美味しいとかあるかもしれないし、ね。ああ。うん、それもなんかまあ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 。確かにフルーツとかやったらそうなるかもね。例えばなんかこう鮮度が大事なものだったら。結構歩くな。あ、なんか高いのって理由あるんやなって。高いって聞いたら全部高いのの味に感じるの。最高。バカ舌。まあでもいいんだよ。なんかでも高いのにさ舌が慣れてさ、安いやつ食べれんってなるよりもさ、うん、安いの好きな方がさ、で時々高いの食べてやばいめっちゃ美味しいなって、まあね、なる方が幸せな気はしなくもない。演奏する側としては寝られるのは辛い。それはそう、ごめんなさい。こっちだってそうじゃない、公園でさ。でもさ、でも公園は楽しいもんね。いや、バラードとか歌ってる時にさ寝られたら悲しい。バラード何がある？片方の卒業式でね。片方の卒業。次の話題がって片思いを奪うってなるの悲しくない？話は届けるやん。じゃん。で、そのありがとうございましたって、ね、ってこう終わっちゃうから、まあジュンジュンジュン、なんだなんだなんだ。なるほど。バレ懐かしい。それかなんだっけ、泣きながら微笑んでを聞きながら泣いてたら、うん、マリアって来て、なんだなんだなんだ、テレテテテテとか言ってくるから。びっくりよな、うん、目が覚める。コンサートで知らない曲あると寝てました、ごめんなさい。寝るな、頑張って聞くんだ。意外と好きな曲あるかもしれないじゃん。めっちゃわかる。コンサートでやった曲しばらくめちゃめちゃハマるもん。ね、でも知らない曲とかやっぱあってもさ、おーなんだこの曲はって言ってたらワンハーフだからさ、大体終わってる。めっちゃわかる。なんだろうこの曲はって思ってたら終わる。え、絶対サビで当てる、サビで当てる、サビで当てる。あ、終わっちゃった。あれサビだったんだ。バカ耳。ダメじゃん。もう格付けチェックすごいと思う。眠すぎてショールーム見てる中寝てるときは、それショールームは寝てもいい、絶対にな、無料なんだから。ショールームさ、私のなんか喋り方眠くなるらしいよ。私もそれ言われるよ、多分みんなに言ってるよ、みんな。ああね。じゃあ寝かせようよ、みんなを今から。はい、じゃあ皆さん、ASMR です。 ASMR をします。食べます。バリ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 
絶対にするな歯磨き歯磨き粉つけますバシュッとか言って終わりかけの歯磨きしますうーんやばいなそれはそれで。でも俺の一回あれだよ、うん、ショールで目の前ドライヤーしてる5分間だけ時間ちょうだいっていやなんか朝シャンして、うん、でもそもそもやるって言ってた時間に間に合わなかったな結局その、うん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 、朝だったから歯磨きもしたりとか、はい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 、お洋服いろいろねこう着て間に合わなくてそのちょっとやっぱ30分ぐらいやってたんだけどある程度乾き始めてたけどすぐにちょっとそうやっぱりなんか癖で髪の毛触るんよねショールーム中とか、うんうん、それがでも濡れてるのがめっちゃ気になって、うん、ごめんちょっととりあえず今からみんな音量めっちゃちっちゃくしてみたいな、うんうん、先に言っとくって言ってそれを5回ぐらい言って今からドライヤーするからね絶対ちっちゃくして、ね、5分間だけ時間ちょうだいって言ってブワーッ私いつも ここだけ髪の毛乾かしてショールームしてるあ本当、うん、いやなんかリナ普段別に乾かさないけど普段は乾かすけど最近乾かせなかったけど偉いよねリナ昔髪の毛乾かしてなかったんだよでみんなですごい普段の髪の毛乾かせないよみたいなしたらね最近乾かせなって女子力上がったね上がったしかもちゃんとねお風呂上がった瞬間ヘアオイルをつけて乾かせなマジでほんと昔のリナなんかさ、うん、寝てたじゃん普通に髪の毛濡れたままタオル引いてタオル引けばなんとかなると思ってたけどさえなんかでも友達の美容師に、うん、カビ入るよって言われて怒られてカビ入るからマジでやめなさいって言ってやだねちゃんと直したみんなも髪の毛乾かさないとカビ入るでそしたらそれ言ったらさ、うん、乾かす髪がないですって言われるんだよねすみさんトータルありがとう乾かす髪がない人は、ま、眉毛乾かしましょう皮膚も乾かさないとカビ生えちゃうかもしれないから、うん、磨いといてくださいそういう人はちゃんと髪にカビ生える言われたらそれは乾かすだよねしかもこんな長いのにさカビ生えるのきつくね、うん、公園とかでくるって思ったらカビがふーんとか言ってめっちゃやるななんかあいつに緑のオーラまた握手会とか言ってここに髪がビビビビって見るやつあいるっつってえつかキノコ生えてくるかもしれんくねキノコやだな直屋さんバラありがとうございます3年で成長したんやねってえでも見てほらたまに天使の枠見てほらみんな見ないそうえでも昔から髪質良かったよね普通に本当にびっくりしたのこの人髪の毛乾かさないでこんな感じなんだと思って恵まれてたんだよ髪に恵まれてんのよ外反母趾そうよ外反母趾すごくない角度やばないやばく私は外反母趾なんだけどさそこまでじゃないもんすごいよ本当にみんなパパが結構すごいんだけどマジでやばい気になっちゃったすごいあれもしかして外反母趾かなと思ってしかもさこう強制で戻すでもさ私もさ結構さひどい方なんだよねこれでもさあれだもっとひどいねなんかもう直角ではない、ね、120度ぐらいの角度か割とじゃない私も意外といや同じぐらいやろえ違うリナよりも優しいいや何でそんななんかなんそのマウント取られる腹筋壊れるからやめてもらってガイアンボスで笑われてんだけど苦しいんだとか言われてるかもしれないえお前らガイアンボスかよね泣いてもいいかなゆかりんさんかわいいありがとうございますチームグリーンだからカビはありかもあ確かに確かにあカビってなかったいいせーのレタスこんなのカビマジでやばい追放されてほしいカビチームグリーンですはいチームグリーンカビ担当最悪マジで大分県出身20歳の栗山奈ですお願いします大分県といえば温泉椎茸かぼすカビかやめろそれは大分県に失礼そんなカビいっぱいの大分から来ましたあやまでマジでそれはマジで謝って大分県にカビいっぱいの栗山家から来ました引っ越せ早く引っ越せマジで絶対引っ越す動いたから怒られるもん本当にやめとこうチケットチャートさん緑の誰もありがとう絶対それカビやんじゃあチームグリーンだよチームカビチームカビお前入らないよ一人だけです誰か入らんかな一人だけですでもいよいよ入ってくれると思うチームって何ですかってなりますよ一人しかいない待ってそしたらカビですになるよつらソロ公演じゃんカビ公園のナイラ公園8色目でカビになって一人になるからやったんやソロ公園だよ何しようかなカビっぽい曲集めようかな自分で作詞は聞くしもう全部カビにまつわる曲だけ何がよカビ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 謝って謝ってくださいドシンプルの悪口絶対にそう本当にそれもそうカビこと
食い破りになってる自己肯定感低すぎ、もうちょっと上げてこう。いやポジティブだろ、むしろさすがに。そこまで来ると逆にね一生上げてんのマジでおもろい最近さね、うん、西野カナさんのさ取説ってあるやん、うん、あれのリナバージョン考えたんよね。行ってみて。待って、一言一句一緒じゃないけど、この前配信で軽く歌ったんよ、うん、で今度しっかりしたバージョン作ろうって考え、うん、この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう、ご使用の前にこの取り扱いの説明書をよく読んで、ずっと優しく優しく扱ってね、言っても月返信交換は受け付けません、ご了承ください。でも最初はちょっと一緒だね。急に偏見になることがあります、訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります、いつもごめんね。でも何だっけ、そのなんかの内容、なんとなく内容覚えてるけど一言一句覚えてないの。うん、なんでなんとなくでいいよ。でもそんな時は黙って可愛いだけ言えばいいからね嫌な女だなあのグッズのことに関しても確かなんかねニコラスさんハートありがとうございます。アクスタのノルマは一人10個です。怖いやだ、怖いんだけどきつくね。女の子とか学生さんは1個でいいからねおじさんは10個。そういうのはクリナ推しは絶対かえよな。怖いんだけどさ、みんな大丈夫そう？大丈夫、もう逃げられない感じになってない？喜んでる、すごい。大丈夫かな。お母さん帰りやってる。アクスタ10個本当に変わってるからなって言われてますけど、本当に買ってる人、あのハロウィンのやつ2人ぐらい10個買ってる人いたもん。じゃあ家にハロウィンのリナが自由にいるってこと？そうそう、怖いんだが。そう怖いんだが、普通に考えて。そういっぱいいるからリナが。やばい、ありがとう、みんなノルマ達成して。どこでもクリナだね、もうすればもう寝るとき寝る、おあの起きてまず、はい、目を開けてまずクリナ、起き上がって横にクリナ、でも歯を磨くときにクリナ、キッチン、うん、あの洗面台、お風呂、ベッドのところ、うん、リビングの机の上、ダイニング、家でかくね、玄関うん、あとあのシューズボックスの中、うんうん、でもお手洗い置いてほしくないから嫌なんだそれは。だってなんか見てるみたいじゃん、なんかリナは見てないだろ別にリナは見てないだろ、どう考えても。あとはどこかな、なんだろう、あの配達の人がさ、あ、冷蔵庫の中、それはいいの、リナ凍えてるけどいやなんかだってお手洗いに置くと、なんかリナがさ、こうアクスタのリナからお手洗い見られてるみたいで、なんかちょっと嫌じゃない。いや私はあんま気にしないから別に。本当、うん、アクスタのリナに目つってないしね。車のダッシュボード、あ、いいねいいね。あ、なんか自転車のとこにさ、こうなんかペットボトルホルダーとかね、あんな感じさ、リナにつけたの、飛んじゃいそうだよ。だからふーってこれ伸びてんの、自転車で。めっちゃいいやん、ちょっとつけてほしい、誰か。トールさんかわいい、ありがとうございます。トートイもありがとうございます。ベンツのエンブレムみたいな。西風さん小判ありがとうございます。いいと思う。そうだよ、あのさ、なんだっけ、うん、トラ、トラ、ヒョウ、ヒョウ、そんな感じのライオンみたいな、そっち系のシリーズの、うん、動物さんが立ってるエンブレムの車あるよね。ジャガー、わかんない、あるよね。あれエンブレム変わっちゃったはずだけど、昔は車のダッシュボードの上にこうデンって。あ、そうなんだ。トットットそう、ジャガーさんしか言ってもあ、ジャガーらしいです。あ、ジャガー合ってました。自分最後に言ったのが合っとったね。あ、そんな感じにしたら車かっこいいよ、かわいいね。そうなんだ。じゃあクリナの車かわいいねって言われるようにみんな頑張って、みんな立ててもらって車にタクシーみたいなのあ、クリナだって。本当にやばい。あのウーバーイーツとかのさ、人がさ置いてくれる、あ、出前館だった、出前館の出前館のさ人がさ置いてくれる台とかあんじゃん、うん、そういうとこにも置いときね。あのさ、自分でさ付箋の吹き出し買ってさ、ここに置いてね。そう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 。いや、めっちゃ使えるやん。いつもありがとう、クリナから俺のチッスあげるよってチ勝手にみんながめっちゃおもろいんやけどいっぱい買った人は横に1個置いてて、これ持って帰ってよ、プレゼン配んな、配んな、配ってもらおう、みんな頼んだ、配って、買った人いっぱい。
あと遠近法でさ、ツーショット撮ったことにしてもめちゃめちゃカメラのギリギリでさ、ピンボケ乗りながらとショートを自分でこうピースして、もうあのタイマーを始めるからめっちゃ走ってっていいやん、ツーショット写真撮り放題よ、撮り放題よ、やったやん。でもあいいじゃん、10人だったらこうやって10人こうヒュンって並べてさだからリナ16個集めてさ、あのリナだけで選抜作ってやばすぎ、しかも全員同じじゃなの、普通にトラウマだ、ひどいひどい、アクスタをピンにしてボーリングにするひどいひどい、何のボールかによるよね、それゴルフボールくらいだったらまだあれやけどさ、ガチなさボーリングのボールとか使われたらもうリナおしまいじゃない、リナがいつかグッズ出すかもしんない、ボールボーリング用アクスタボーリング用、アクスタボーリング、えでも今あれだ、10周年記念グッズもアクスタがあるのでぜひ買ってください、皆さん10個ね、あだから自分がおじさんだなって思う人は10個で、学生さんだなって思う人は1個で、まあ、中年ぐらいかなって思う人は5個で、あ10年って枠もあるんだ一応。えじゃあおじいちゃんどうしたらいいですか、おじいちゃん、あもうほんとおじさんとかじゃなくておじいちゃん、もうおじいちゃん、おじいちゃんは、まあ、3個とかかな、3個だって、うん、おじいちゃん結構細かいねんな、みんなお願いします。じゃあなんだろう、いっぱい家に私がいたら嬉しいでしょ、中年は何歳から、35、あ意外と中年が 35?、うん、学生が34までってこと、あ違う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 、おじさんが35までってこと、おじさんは、おじさんは50ぐらいからがおじさん枠らしいよ、あれは3個でいいんだな、いやあなたは10個です、あ厳しいですね結構汗汗、あなたは10個です、結構厳しいですね、でも生誕ティー3枚買ってくれた人とか思った、洗い替えできるじゃん、いや違う、その毎年絶対必ずリナのファンの人ってその、うん、新しくファンになった人とかで、うんうん、わ去年の生誕ティー買えばよかったって人がいるから、うん、そういう人がいるからみんないっぱい買ってねって言って3枚買ってくれる、あそういうこと、これ昔のやつですよって優しいじゃん、そうありがとう、ダメよちゃんと定価未満で売らないと、定価以下で、定価以上ふっかけたらダメよ、あそう定価以上ふっかけたら転売だから、それはあのビンタするから、スパンパン、でも喜びそう、複数買いたかったのに1枚しか買えなかった、忘れてた、忘れてた、あそれまずいね、忘れてたって、なんか、ね、なんか言った、忘れてたって言った、それまずいね、汗汗、修羅場だね、完全隣修羅場だね、でも一人ね生誕っていうね、うん、そのめっこちゃんがリナのこと好きだから、うん、めっこちゃんの分も買ったって言ってくれてね、うん、めっこちゃんがしかも結構ちっちゃいのよ、うんうんうん、かわいいなと思って、いいじゃん、キュンとした、基本です、1枚は買ったんよ、かっこ覚え、それはそう、普通普通というかその1枚が普通なんよ、なんか隣も教育場なんだけど大丈夫かな、養成されてるんだけど何かが養成場なんだが隣がちょっと、ありがとうみんな、ね、鬼教官がいます横に、大学生だか、まあ、大学生ならいいよ、大学生楽しそう、ね、大学生楽しそう、でも、でも勉強したくないから私いいかな、なんかキラキラ大学生のイメージしかない、大学生ってキラキラインスタグラマーの大学生になりたかった、 TikTok でバズりたいね、大学生で、大学生で、うん、美人すぎる大学生みたいな感じってこと、あそう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 、かわいいみたいな書かれてみたい、貧乏なので1枚でごめんなさい、え別にいいんだよそんないいんだよ別に、あの買える人がいっぱい買ってくれたら嬉しいなっていうだけだよ本当に、目かゆい、無理は素人は私は言わないですし、安心して怒らないし、って怒ってないし怖くない、やばない、1枚買わなかったの、1枚買ってそれで怒る人やばない、怖いよね、マクトさんかわいい、ありがとうございます、なりなちゃん怖い人じゃないもん、違うもん違うもん、TikTok は始めたいですけど、わかんない、迷ってはいますね、最近でも私の好きな音源やってみて、ああいうオケオケオケなんてか、クラップクラップ、何も言ってないじゃないか、こうなんかオケオケなんて言ってない、私はチチチモチモが好きなのトールさん、だるま、ありがとうございます、やな、ちもちも懐かしい、もう乗り遅れちゃった流行りに、あれすればいいやん、うん、これそれはもう三角さん、かわいい、ありがとう、やったことあるよ、本当
なあれするブレス、あれだよ、それそれそれ今言おうと思った。掃除とか苦手だけどもらってくれる、甘えたり笑ったりなら任せてくださいね。バクタさんハート100個ありがとうございます。トールかわいいありがとうございます。だって TikTok ごっこ、 TikTok ごっこって何、 TikTok ごっこって何ですか。はい、参りましたこう言ってやるの。はい、カット。栗山さんクランクアップです、お疲れ様でした。ありがとうございます、お疲れ様でした。どうですか TikTok ごっこって、どうなんやろな TikTok ごっこ。どっちかがあのバーンってバーンバーンバーンってなったらバーンじゃなくて音源を全部口で何その音が初めて聞いたあるじゃん、にゃんにゃん猫、にゃんにゃん、なんかどっちかが音源役どうなのかな。 TikTok ごっこって何、あれあれあれ結構てて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 知らない、あのなんか表情変えるやつ、あの絵文字上に書いててさ、うん、そんな音楽だったっけそれ。そうそう、それもあった確か。全然覚えてないビーオップ団長さん拍手ありがとうございます。私はバーンとダンチャンバーンとダンチャンみたいなやつしか知らない。あれなんか銃で撃つやつそれ。うん、じゃあ100年くらい前にやってたやつ、もう TikTok 最初期な気がする。あ、マジでも昔の音源知ってるんだねって知ってるよ。これ昔なんじゃないかな。昔あのよく広告で流れてた時代にそういうのがなんか。ああ。あれしたやつ、あの。I love you, I want you。大好き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 。あるあるある、あれ可愛くない、可愛い、そういうの可愛いがいい。まあ暇だったらいつか撮ってみろ、暇だったらまあそれくらいの気持ちの方がいいよね。なんかあれだな、ラーメン入ってるスープライニングで、はい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 、あとよく聞くな、生物たちの虹色の戦争あなたがこうしたのやつ、あるあるさん、うんうん、あれはよく全力変顔とか絶対しません。全力まるまるめっちゃ嫌いだったし、あれね、全力全力まるまる始めるよ、うんうん、全力笑顔カシャ、全力まるなんだか顔カシャ、全力おこ顔カシャみたいな。フランさんハートありがとうございます。そうそう、変顔が絶対入ってくるのが嫌で、まあ、しなきゃいいんだけど、結局だってあれ変顔私はしたくないけどさ、その変顔をさアイドルの人がさわざとせずに可愛い顔するとさ、全然変顔じゃないですねって絶対コメントで来ると思ったから、それが嫌だ。モザイクかければいいその瞬間やばすぎん。でも裏で全部これやってるふうにして、真顔が一番面白い説あるよね普通にさ。それえマジアップップした時にさ、うん、真顔起きた瞬間に一番笑うと思う普通に考え、ね、マジかよと思うもん、来るとは思うもんね、うん、あ、行くぞってやつか、テテ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 テ、なんかみんなもあれ撮ってみようかなと思ったけど、全身だと顔でかく見えるから嫌だ。猫キャットさん、うま、ありがとうございます。まあ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 、てことは帰り一瞬間で変わる、すごいよね、まあ、よくあんな音源をいろいろと作れるよね、みんな。そうな、フリとかも作ってるとすごくね、法定速度というやつ感作りたくない、あれはめっちゃ早い音源にした法定速度というやつ、踊れないよいやだからなんか違うの作ればいいんだよ、まあね、なんか作ってんやん、よく。めっちゃそれのそっちの振り覚えたらオレンジで待って、そっちを取っちゃう、一人だけオレンジでそっちの方だけ。トールもありがとう。あ、それ？この曲めっちゃ好きでずっと動画見たら覚えたね、覚えちゃうね、うん、なんかライブ映像とか、あとさなんかあのエイトさんがさ地方イベントだった時とかさ、そのカメコさんが動画 OK のやつとか撮ってくれてるから、うん、それをさ YouTube とかで調べたら出てくるのよ、うんうん、それめっちゃ見てる、だからそれだけ覚えた曲結構ある。ラブトリップとかそれで覚えたもんね、なんか覚えたっていうか、そのコンサートでやるときはちゃんとフリップ見たけど、その前のある程度知ってる段階の時はそういうので覚えてた。ふみさんかわいい、あとビボクさんもありがとうございます。最近
近は私は何が好きかな曲。あでもずっとあれが頭の中流れる。昨日よりもっと好き。うん、私も昨日よりもっと好き。もう本当にもうトラウマになるくらい聴いて練習したもん。マジ？タイミングが難しくて。ああ。ちょちょちょ昨日よりもっと好き。本当に歌え何回も何回も歌えそうになって、その度にすごい我慢してた。はい。ちなみに井上爆弾さんね、エリナとはからね、うん、同じとこだったよね。そうなんだよ。だから一生同じ時に出ることはないとは言えない、ね、別のとこ覚えればいい話だから。違うポジションかもしれないし、分かんないよね。だってあれだもんね、グローリーもいろんなとこするからね、うん、そんな感じでいろんなとこ出るかもしれないしね。あれもそうじゃね。レモンもそ そうだからね、いわりも間違ってるのすぎ太っちゃったんです。やめたれ。本人は一生いじられるから、いわりは。スイさんおぷいっぱいありがとうございます。あそれこの前のダンスレッスンでもいじられてなかった。そうだよ。だよね。まあ、より一生いじることいっぱいある。忙しいんだよね、よりのほどいじるとき。でもよりか、それでもさ、よりは可愛いからさ成り立つだけだった。そのいじりが成り立つのであってさ、うん、本気でなんかみんなよりのこと好きだから、うん、いじれるんだよね。誰もマジで怒ってない。なんか一人一個ぐらいなんかいじりがいろいろあるよね。できるいじりあるんじゃない。リナ何があるかな。なんだろう、なんかあるかな。でもいじりって今思いつかない。お母さんちゃんは初期の壁車だね。思いつかないんだよね。だその時たまたま思いついたものしか。確かに。わかんなかった。確かに何があるかなって感じだもん。さっきのリセット。なんだろうね。わかんない。いっぱいあるけどねきっと。でも今考えてみたらさ出てこないだけであってきっとさ。ああ、ふとした瞬間思い出すんだろうね。うんうん。いや別にそんなさガチでいじってはないからね。そのちゃんとそういう雰囲気で大丈夫って自分でちゃんとしっかり。頭の中何度も考えて判断した上でのいじりだから、さすがにそんなわざとはしないです。初期の壁車はサナちゃん本人に向いてるし、サナちゃん本人を認めてます。認めんな、絶対認めるな。サナ本人だけは認めるな。なんでサナあれになっちゃったんだろうね。その日のちょっとクリスマスのやつは怖かったのに、ね、そうだからサナもびっくりしてた。なんでだろうって、ね、みんなもうなんでだろうねって言ってる。みんな分かってないから理由は。でもだから2番目になった時にさ一番サナが可愛かったなと思ったもん。うん、サナめっちゃ可愛いんだがと思って。次なんか壁車撮る時さ、うん、衣装どんなのやろうね。なんだろうね。なんだろう、なちゃんはリセットで上着脱ぎすぎて。確かにそれいじりできる。確かにびっくりしたな。うん、みんなもびっくりした。メルさんがえぇってしたよね、うん、普通にめっちゃ爆笑されてその後。いやリナもさ、しかもそこさリナめっちゃ移動が多い人だからさ、うん、反対の袖から出てこなきゃいけないのよ、うん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 、で反対まで反対の端まで走んなきゃいけないから、うん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 、めっちゃ急いでて、しかもその時の衣装がサッシーさんの衣装やったから、うん、前止めるのがないタイプなんよね。はいはいはい。だから上着と一緒そのままストーンって落ちてった。足を助けてもらって、はい、気をつけますね。3人目やから、アキさんからのそのさんからのリナね。恥ずかしい。初期の壁車リコピさんもよいじられる。あ、そうなんや。見るか。初期の壁車どんなんだっけ。あー、なんとなく分かったかも。なん。ねえ出てこないのね。愛はいつも不思議な力、そこにいるだけで輝くの、周りとどこか違ってる、あなたにはオーラがある。チャチャチャ、なんか私福場術みたいになってね。え、でも可愛いよリコピさんの初期の壁書普通に。え、可愛い、普通に可愛い。ラブ、もうまあ推し補正も入ってるかもしれないけど、私基本的にヨコピさんのもの全て可愛いと思うんで。全然可愛いけど
厳しいねみんな。あじゃあメンバーにありだね、同期の人とかに。まあね。重力シンパシーが好き。重力シンパシーの時の衣装がめっちゃ好き。ね。君に重力シンパシーを話せなくて確かに今僕らは一つになる。君に重力シンパシーいつか同じ音を乗せたい。カラコン買いたい。うまい。だって私じゃないからりなちゃんに言ってあげて。ありがとう遠目から画角外からの。ありがとう画角外からの。なーん、眠たくなってきちゃった私も。マジ？だって何時今？11時半よこれ。21分そんなもう経ったね。早いな、本当に早くてびっくり。眠たいです。そういうことありがとうございます。疲れ切っております。ぬいぐるみ隊長さん可愛い、ありがとうございます。これさ2人でカラオケ配信とかできたらいいのにね。同じタイミングで流すしかないんかな。でも私今全然歌いたくない。あ別に今ではなくじゃなくて、ね、カラオケボックスとかだとできるかもね。そうね。マジで600日配信本当にめっちゃ悩んでる。マジでどうしよう。あれ何日目だっけ今。今572回だから周年のちょっと前くらい。ちょっと前、そうそう、20とか21とかじゃないかなって感じ。何するの。ありがとうございます。とりあえずだからそのショールームの、うん、そのイベントみたいな食べ物のあれでみんながゲットさせてくれたそのアイスの件で、うんうん、アイスケーキ買うのよ、うんうん、寒いけどまあ別に美味しいし、まあ家だしね。でそれはその食べるんだけど、うん、お祝いで。でもそのなんかソロコンみたいなのをその配信でしたいんだけど、うんうん、でもその辺周年近いところ多分覚えることいっぱいあるのにさすがに覚えれるかなっていうのと、あと演出とか難しくねっていう気合いかしかもだってさカラオケだけの話もなんかやっぱさそういうのするぐらいのダンスも軽くやっぱ分かっとかなきゃいけないじゃん。あやったことある曲やるべっか、うん、ノーパラするか。あとできない曲はもう作る自分で。あれじゃん、あのだからさちょっと広めのとこ借りてさあの歩き回ればいいんだよ。うんそうそうそう、カメラをガガクに外れてね。サビだけうん覚えてとかね。頑張って応援してるね。ありがとう。私その声150日くらいかもしんない。初恋ヒルズをしたいのよ。みんなソロ公演するのは1曲目初恋ヒルズがいいのよ。いい曲だよね。なんか可愛くて最初さ真っ暗でさなんかおばあちゃん終わって、うん、レディーじゃーんって真ん中トコトコって暗い中出てきて、うん、ちゃんちゃちゃんちゃん光さパンって当たった。可愛くない？可愛い。曲がまず可愛いもん、うん、盛り上がりやん。しかも1曲目から、うん、で最初の部分さイントロある程度あるから煽りもできるじゃん、うんうん、皆さんその声聞いてありがとうございます。完璧に考えるな。いきましょう。完璧なんだ。運速力で立てる。いいよめっちゃいいよ。いいやんという私は勝手に演出考えてます。しなさい。それにしなさい。それにします。あの配信を、うん、あーその配信を、うん、じゃあ分かんない。あの照明やってもらっていい？私は行かないです。あれ私は寝てます。ああ寝てるか周年の練習してます。あいやいや見捨てられたんだが辛い。真面目ないよ。演出は考えてるかもしっかりしてもらって。一番最後の曲はね、なんで終わらせようかっていう話をしてたのこの前、うん、それもしそういうのやった場合分かんない。ワルティ聞きたいんだって。確かに似合いそう。私はワルキー聞きたい。リナやりなよ。いやリナ歌ったやんあの時、あの浴衣のさ。あやったね。懐かしいんだけど普通に考えて、うん、楽しかった。ジッパーはしたね。ジッパージッパーしなよ。だから誰か黒子でこう後ろのジッパー開けに来てほしいんだけど、自分で言うさえも手でもリナできるんだよねってやっていつも後編の衣装自分でやってるもん、うん、そりゃそうよ。自分でこうあってやりながら、あちょっとちょっとお願いせーのかヘッドセットでやりながらさすが確かに
タンドマイクとかでやればお願いせーの、うん、便利便利便利でやり終わったらこっちってどっか行けばいいの。確かに。えでもさ、じゃあだからそれをさこの配信のやつでやる場合さ、ヘッドセットってなかなか準備できんやん。でやっぱこうやって片手でこうやって開けるしかない。でもね、ゆきりんさんのソロコンかなんかのジッパーがめっちゃ良かった。こう体こうやって、うんうん、周りにね、そうそう、あれ、あれめっちゃ良かったなと思って、可愛いなと思って。作りなよ衣装も自分で。でもさ音源あれだから許可もらうとしてもさ、自分でピアノ弾きない、脱いでいいまではさ言われなそうじゃない。うん、別に裸になるとは言ってないじゃないですか。そうだけどさ、だってジッパーの衣装ってだってある程度やっぱさこう露出が激しめだからさ、なんか普通にギリギリのそこまでの露出がない服にすればいいんじゃないですか。あ、短いやつにすればいいか、うんうん、ちょっと短めのスカートのワンピなんか、とか T シャツに短パン。分かった分かった分かった。あのアンコールでそれで出てきてジッパー出てきてチャ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 で下早着替え衣装みたいな、そうそう、で最後 T シャツが出てT シャツ短パンが下が出てくる。そういうなんか早着替えっぽい感じにすればいいんじゃない。いいね、確かに前ビリビリにしてみるとかね、うん、自分でちょっとあってビリ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 トールさんアイスありがとうございます、食べたい、それでも好きだよ、楽しい、それでも好きだよ。結構でも歌詞がさちょっと重なる部分があるんだよ分かった、ちょっと、うん、トール帽子ありがとうございます。エモティーンジャージのショーパンですか。私でもいやあれ着る、決めとんのよもうすでに。学生 T シャツか生誕 T か、懐かしいんだが、あと何があるかな。下克上 T シャツ持ってなかったよね確か、個人でも持ってないと思う、ね、記憶に全く持ってないです。今年の生誕 T とかかな、着るなら最後ですかね。で私だってアイドル、私だってアイドル意外と声だっくり難しいな。私だってアイドル、あの人なら歌ってたのよ。わ、それが覚えてない。楽しかったわなんて、なんてたってアイドル、なんでダンス覚えてんの最高の今日で切にしたい。うわー、久しぶりに聞いた。 Hey, hey, 私だってアイドル、なんで覚えてんのマジで。ちょくちょく記憶ある、こういうのとか全部。また聞こう、久しぶりに。スイさん、音符ありがとうございます。マジか、全然覚えてなかったな、久しぶりに聞いた。本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君を引き止められない。この曲ダンス全然覚えてない。あ、懐かしい。これぐらいしか覚えてない。私そろそろ配信切ってもいい。あ、いいよランキングもね、アボカドしたいな。アボカドしようと、ランキング見ますね。そうそう、13位ダーさん、ありがとうございます。12位ゆかりんさん、ありがとうございます。11位白熊さん、ありがとうございます。10位としちゃんさん、ありがとうございます。9位おたまるさしこさん、ありがとうございます。8位とごまさん、ありがとうございます。7位フランさん、ありがとうございます。6位にしぷーさん、ありがとうございます。5位ビンバップ団長さん、ありがとうございます。4位トールさん、ありがとうございます。3位たもちゃんさん、ありがとうございます。2位がニコラさん、ありがとうございます。1位がネコキャットさんでした、ありがとうございます。よし、こんな一緒の場所にいるのに片方だけ早めに配信を切るっていう。今何分？30分くらい。今29分。うん。じゃあ、なーちゃんもそろそろ終わろうかいね。いいよ、別に好きなだけしてても。いや、どうせだって1時間、約1時間ちょっとって思ってたし。1時間半くらいですよ。1時間15分。あ、ほんと？結構した。まあ、大体1時間くらいかなと思ってたし。よし、1日1時間くらいするの。ねえ。じゃあ、そんな感じだから私も切るね。ね、バイバイ。じゃあ、リナもランキング読もうかな。あ、じゃあちょっとランキング読むまで待っててあげますね。13位クレナトンジルさん、ありがとうございます。10位ヤシタンさん、ありがとうございます。スクショタイムさん、ありがとうございます。10位ヤジシヌクさん、ありがとうございます。9位 HKT チョエツオジさん、ありがとうございます。8位ガオちゃん、ありがとうございます。7位トールありがとうございます。6位タカさん、ありがとうございます。5位ジモッティさん、ありがとうございます。4位三角さん、ありがとうございます。3位バクトラさん、ありがとうございます。2位タモちゃん、ありがとうございます。1位スミさん、ありがとうございます。
みさんありがとう、ありがとうございます。 HKT チェゾーさんありがとう、ジョコありがとうございます。アジシンクさんお疲れ、ありがとうございます。アカクさんありがとう、ありがとうございます。今言えた、ごめん今終わった、ずっとブリッコ吸いてあげます。じゃあ終わります、はい、おやすみ、バイバイ。じゃあね、バイバイ。